一口駅名解説へようこそ。今回は、西武新宿線の、花小金井駅の名前の由来について解説していくよ。花小金井の花は、実は桜のことを表しているよ。今の小金井市を含む武蔵野台地は、もともと水はけが良かったために、農業をするのに適していなかったんだ。でも、江戸時代に多摩川上水が開通すると、水を得られるようになったので、新田開発が盛んになったよ。その頃、新田に賑わいをもたらすため、小金井あたりを流れる多摩川上水の両岸に、山桜が植えられたよ。この桜並木は、小金井桜、と呼ばれ、江戸に近い桜の名所として有名になったんだね。花小金井という名前は、その小金井桜の最寄り駅ということで名付けられたよ。ちなみに、川岸に桜を植えると、桜並木として私たちの目を楽しませる他にも、根が堤防に張ることで、決壊を防ぐという効果も期待できるよ。小金井桜にもそういう意図があったんだろうね。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。